まさにここから中村さん、さらに油が乗ってくるというところで、戦いのたびに頼もしさを増していますよね。そうですね、もうタイトル取ってからのこの強さと、もう本当こう王者としてのオーラと風格っていうんですかね、またこうメインイベンターとしてこうクラッシュをこう引っ張ってきてるっていう、そういう自覚ももちろんあると思いますし、はい、まあ、本当にもう今こうクラッシュの、まあ、エースというか、本当にこうクラッシュを引っ張る一番の選手だって言っていいと思いますね、はい、うん、昨年末の天下分け目の決戦が木村稔戦でした、はい、そこに勝利して今日今大会で木村が第2代王者トーマス相手に KO 勝ちでやってきました。もうお膳立てはこれ以上ないというところですね、はい、蹴りから入る山崎、対してチャレンジャーはモロッコからやってきた22歳と若いモハメド・ブールフ、こちらのファイターなんですが、もう中村さん、まだ表情はそのあどっけなさすら残しているような。そうですね、まあ、まだストレート、はい、若い選手でっていうのもあるんですけど、ただこう初めてこう公開練習でこう体つき見た時とか、こうリングに上がった時の顔とか見ると、ちょっとこうあれも怖いじゃないですけど、無表情でこうすごくこう気持ちの入ってる、ちょっとやっぱ生で見てこうやっぱ戦う気持ちをすごく持った選手だなっていうのをちょっとすごく感じたんで、やっぱ体つきたもやっぱ外国人選手特有の、はい、上半身の大きさとかもあったんで、その辺はやっぱ侮れない相手かなというのは思いますね。今もその片鱗を見せましたが、この距離感が山崎の武器です。バックスピンキックも早くも繰り出す右ハイアブールフ。小泉巻選手も、はい、これ緊張感そのものに包まれていますね。はい、このブールフ選手はすごい格闘家として見習いたいなって思うところがあるのが、はい、これも見えない位置からパンチ。どうぞ。感情ってのをリングの上に上げてないですよね。はい、大体打たれたり、ダメージ食らったり、逆に相手をダメージやったり、感情っていうのが出るんですけど、はい、感情というのはものすごく出さない選手ですよね、見てて。もうお二人これ見解が一致したところですね。ブールフカン、それに対して小泉巻選手、山崎チャンピオンの出だしどうですか。あ、いいですね、初動が早いし、はい、先に攻撃をしてますよね。本人はローキックがすごく得意だって言ったんですけど、結構右のフックも強いんですよね、はい、結構変則的に振ってくるんで、あれは山崎選手ちょっと気をつけなきゃいけない感じかなっていうのは思いますね、はい、佐藤義弘選手が、はい、この相手は厄介だよと、パンチを見切るまでにやりづらそうだなというコメントがありましたね、はい、これも右外からのフック、山崎蹴りは冷静にかわします。ガードも高くしている、ローキックもカットする、なんかこう、はい、基本通りじゃないですよね、そうですよね、前足前に出したらそのまま打つとか、はい、うん、久村チャンピオンの一撃、第1ラウンドダウンを奪いました山崎。小泉巻選手、これがあるんですね。ねえ、やっぱ早いですよね、初動の速さというお話ありましたが、さらに詰めてボディ膝、3連打4つ、もっといく山崎、顔面ではありません、腹への膝から飛び込んで、ほとんどスーパーマンパンチ、変則的にバックブローボディ、軌道を変えるその拳、山崎しかし表情これ変わらないんだなというところが、中村さん、小泉巻選手、はい、双方の味方、ブールフ不気味ですよね、まだ分かりません。そうですね、まあ、こう殺し屋っていう身をもこう空手時代にこう KO を量産して、周りから呼ばれるようになったというふうに言ってたんで、はい、まあ、そういうこう倒す一発っていうのは持ってると思うんですよね、プロキャリアとしては23戦してバックスピン、こちらはキックです。ブールフ23戦して17勝 7KO 勝利です。山崎もここまで23戦20勝して2敗
1引き分け10の KO 勝利。この辺りもちょっと判断しづらいかもしれません。山崎多少小比類巻選手ブールフはあのごちゃごちゃとした形になってももう詰めてきそうです、ね、うわ右ストレート。この飛び込み小比類巻選手もお見事ですね。山崎いやーノーモーションですね今の。いやすごい今のなんでしょうね。まだ来ます。あの距離でこうしっかり構えてるところに当てましたからね、構えても倒す。それでもブールフ前進。形が崩れてももう構わないんだというところが見えますブールフ。昔ボクシングのロイ・ジョーンズとかがよくやったパンチなんですよね、はい、飛び込んで、うん、メイウェザーも使いますけどね。そのさらにパンチ連打左フック。左から膝を返していくブールフです。だいぶ軸がぶれたようです。その拳のテクニックバックブロー。もともとは伝統派空手のバックボーンがあります山崎。中村さんいいところが出ましたが、はい、ブールフまだこれ怖いですね。そうですね、まあ、2度結局ダウン奪われてるんですけどあまりこうダメージを、まあ、あると思うんですよあんだけ倒れてるんで、はい、それはやっぱ顔に出さないのとあの出てきますよね。そうですね、うん、トーマスもそうでしたがこのファイターも前進、食らっても食らってもという強さを見せてきます。首突きに対しては口頭注意一。山崎また構えを変えてくる。やっぱ日本人選手がこうタイトルマッチになると余計こう気持ちが入ってっていうのは聞きますけど、まあ、先ほどのトーマスしっかりこのブールもそうですけど、はい、でもこうクラッシュっていう大会でこうベルトかかった試合に出るっていうチャンスをものにするぞっていう気持ちがやっぱこう少し強さはまた増してるんじゃないですかね。もうどの外国人選手も気持ちは、はい、話を聞くとそのようですね、はい、とにかくクラッシュでトップを取って世界へと、その思いは日本人選手と何ら変わりありません。今ヘッドスリップして山崎がかわす。先ほどはボディへの蹴り2発ありました。バックスピンです。小比類巻選手何か山崎狙っていますかね、うん、ちゃんと見てますよね、うんうん、ここでバックブロー。前のめりになりながらもブールフ左ミドル右ミドルさらに右ミドル。山崎のダメージはどうか。ここは回って動いて最後は自分のパンチでこのラウンド終了のゴングを聞いていますチャンピオン。木村実を倒した最後の右はもう、そうですね、ああいう印象が強かったんですけど、まっすぐ突き刺すっていうのは、さすがチャンピオン引き出しが多いですね。さすがですね。おお、このボディへの蹴り、これもいい意味でしつこく。ワンツー。それでもブールフ自分の位置を取ろうとします。本当にこう意識がなくなるまで戦い続けるっていう顔をしてますよねブールフは。ということは山崎が見せなければいけない戦いはただ一つですね。木村実は2ラウンドでトーマス・アダマンド・ポーロスを下しています。 KO しています。一発を食らうと怖い。その一撃は持っているブールフに左のリードジャブ距離を一旦取ります。チャンピオン右ボディフックはブールフ。ここは小比類巻選手どうでしょう。ブールフが前に出てきますけれども、はい、やはりダウン取られてるんで、気持ちとして取りに行こうとしますよね、はい、うん、これが最終第3ラウンド。63kgチャンピオン2度目の防衛戦です山崎秀明。右のちょっとバランスを崩しましたが、うん、大丈夫か山崎。スタミナ勝負に持ち込まれると中村さんどうなのかな。今現在山崎という考えもよぎりますね。ただしっかり見えてるんでね、よく回ります、はい、そこに左の一連の攻撃ちょっとこのラウンドは山田選手を来させて誘ってる感じじゃないですか。ああそうですか、はい、2段構え3段構えの戦法があります、はい、飛び膝山崎。それだけの修羅場をくぐってきたバックスピンキック。さらに左フックだ。相手の突進をもりするかのような山崎、ふらついているブールフ。
戦もちょっとダメージが大きい。あストップですね。山崎の方をもう向くことはできませんでした。ブールフチャンピオン山崎秀明。クラッシュドンと盛り上げていきますんで、またたくさんご来場お待ちします。本当に今日はありがとうございました。